はいどうもピョキンです。今日もいろんなコースやっていきますか。で今回もトロールコースお休みなんだけど、ごめんねトロールファンの方、前回久しぶりにいろんなコースやったのがめちゃめちゃ楽しくてさ、もう一回やっていきたいなと思って。でまず始めるコース、実況者さんへの挑戦状、超聖域マスアイテム地獄のアイテムということで、このコースね、タイトルの通りアイテムを取ったら即終了っていうコースだと思うんだよね。説明文にアイテム禁止の高難度コースです。割と動画映えしそうな気が、腕に自信のある方の挑戦をお待ちしております。腕に自信ないけどやっていいですか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.65% で、サムネにさ、ヒャッハーって書いてたから、ブラックマヨネーズファンなんだよきっとこの方。いや名前なんだったっけ、あの髪の毛の薄いよこんなん言ったら失礼になるかもしんないけど、うわ名前が喉まで出かかってるんだけど、小峠だったっけ。いや違う、小峠は髪の毛そろってたこんなことなってて大丈夫かな。これさ、左右にしか逃げれないし、上下に一マスしかないっていうのがめちゃめちゃプレッシャー感半端ないね。まあでもこれは避けるだけだったら、まあそんなに難しくないんじゃないかな。どうせ後で難しくなってくるんだろうな、あの砲台がアイテムとか出してくるしさ。ちょっと待って、ジゲムも出してくんの。うわタチ悪い。やでもこのジゲムが派手なだけまだいいね。キノコとかフラワーとかだったらさ、ちょっと難しかったかもしんない。さあこのキノコを避けて、このレール、あここだ。いや結構やってきてるからね、僕もアイテム禁止コース。そしてこれはこの場所がアンチなんじゃない。そしてすぐ右に行く。なかなかいいところまで進んでんじゃない。チームもうちょっと増やしてもよかったと思うよ。さあここの羽もきっちり避けていく。ちょっと待って、本当に増やしたって。僕さ、めちゃめちゃズルできるかもしれないっていう方法を見つけたんだけど、走りながらさ羽を取るじゃん、そしてその後に飛ぶみたいな、それできないかな。ちょっと一旦やってってみていい。ここで走りながら飛ぶ、でこっから飛ぶいや無理かさっき1回でよくあそこまで行ったな。もう15回ぐらいやり直ししてるんだけど、めちゃめちゃ難しいのよこの先越えるのがさ。あ、ジュゲムどっか行ったね。時間差でどっか行くみたいな感じ。それだったらさ、ジュゲム待っておいた方が楽みたいな。いやなんか攻略法分かった気がするわ。ジュゲムが来てもこの辺で耐久しておけば勝手にどっか行くんじゃない。ちょっと砲台は分かんないんだけど、多分だけど雲に乗ってる砲台があるじゃん、あいついなくなんない気がするわ。ジュゲムと違って限りとかないんじゃない、いくらでも出せますよみたいなアイテム。いやどっか行ってくれたら楽なんだけど。いや待って、これちょっと下からも真ん中も上からも来てる、これ絶望的じゃない。いやしかも黄色、うわ赤の土管まである、めちゃめちゃ立ち悪いよ。赤の土管でさ、めっちゃアイテム出すの早いじゃん。うわどうしよう、これはどうなったらいいか。いやこれ遅すのがやめてくれって。え中間ポイントはこの先いけるのか。よっしゃさあ進んでいこう。もう走っていった方がいいかなこれ。なんかゴールっぽくない、あれ越えればゴールなのか、頼むゴールさせてくれ。いや違うっぽいね、レールじゃねえか。中間ポイント僕にくれ。ここよ難しいのは、ここさえ越えれば中間ポイントなんだ、頼む。ちょっと集中モード入ります。やっためちゃめちゃ上手くなかった今の。でこっからどうすればいいんだろうね、ここもアイテム禁止みたいな。いや上からスターが降ってくるとかさっきのに比べりゃ全然余裕だよ。ちょっと待って、ぶつけるかもしれない。ここは左にちょん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 。いやでもここはね、さっきのに比べれば全然余裕だよ。さっきのところがなんか難しすぎて楽しくなってきたわ。ここのドッスンと一緒に行かなきゃいけない。このドッスンパラシュートか。よしパラシュートじゃん。パラシュートじゃん。出たったのめっちゃ難しかった。当たったんだったの。全然喋れてる。でも許して。もうこんなコースしながら喋るなんて無謀で愛しいんだ。さあここから。以上やじゃ。ここマジむずいよ。半端ないで。マジで一回みんなにやってみてほしいぐらい。このスターを避けていこうか。どこまで出てくるんだろうな、このスターは。無限に出てくるっていうわけじゃないと思うんだけど、一旦スターを避けてさっさ行こう。でもう一回中間ポイントあるじゃん。いやったよしよし、全然いいよ、こっちは中間取ってんだ。さあ残すはゴールのみだね。もう近いんじゃない。そろそろ制作者さんも疲れてると思うよ。クリアチェックできますさあ
どんだけ制作者舐めてんだよって話だけど、じゃあここは左に行けば何があるのか、砲台からスターが出てくる、それをかわしながら上のハテナブロックを叩けってことかな。いやちょっと見るとこ多すぎないかこれ。いやでもいけるいける。あ、砲台出してこないよ。一回しか出してこないのかな。あ、じゃあこれも全然余裕じゃん。オッケーオッケー。そしてここもスターを取ったらいけないと思うんだよな。でここは Z をスピンしていけっていうことか。オッケーオッケー。であの土管に入ればゴールなのか。タイミングを見極めよ。ここか。やったー。頼むゴール、ゴールなんじゃないこれ。やっはーってサムネの場所だね。え、これ取ったらいけないな。待て待て、めちゃめちゃ難しくない？最後にちょっとタイミング、一旦ここ行こうか。そして次はわかんねえ。うわ、右にブロック待ち受けてんじゃん。ってことはここドア入ったら潰されるってことでしょ。うわ、最後まで来たのに抜かりないね、この制作者。さっき左下に落ちてしまったけど、真ん中のちょい先ぐらいに空いてるところあるから、そこまで一気に行った方がいいんじゃない？ただそのタイミングがどのタイミングかなんだけど、このタイミングか。そしてここ、しゃーこれ本当に難しかった。クリアに1時間ぐらいどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1の1バット1セグメントゲッツハーダーということで、1の1から各場所を取ったっていうことかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.23%。 まあ1の1から何かを取ったっていう意味が合ってるか分かんないんだけど、もしそうだったら全く意味が分かんないよね。さあ始まった。あ、普通の1の1っぽいな、見た目は。ここにアイテムもある。これこれ、さっきみたいにさ、アイテム取ったらダメみたいなコースなんじゃなくて、なんかいろいろとなくなってんぞこれ。地面が少ない1の1っていうこと。あ、やっぱマリオメーカーって言ったらこういう普通のコースがいいのよ。もう縛りプレイとかいや違うんだって。まあ前にもね、地面がなくなった1の1っていうのをしたことあるんだけど、それと似たようなコースなんじゃないかな。ちょっとクリボ多くないかこれ。でこの先、いやなくなりすぎだろもう何もねえじゃんこれ。何もない1の1じゃん本当に。で今度、いやファイヤーバー、いやファイヤーバーなんてオリジナリティ出しすぎだろ。え、これいけるかな、これ。よし、うますぎ。さっきのが生きてるね。そしてファイヤーバーが下に行った時にジャンプで。ちょっと考え改めよう。さっきのコースが難しかったからってちゃちゃっといけるんじゃねえかなと思ってる自分がダメだね。クリア率が 2% って普通に考えたらとても難しい部類だもんな。いや当たってしまったけど、これもう無敵時間を利用していっちゃおう。え、これで右に進んでって、どここれ。1の1のもう1の1の原型をとどめてないんじゃないこのコースさ。さあこれはゴール前の階段っていうことだと思うんだよね。あのファイヤーバーのタイミングをしっかりと見極めて右に行けばゴールできると思った。頼む、ゴールさせて。やったいや斬新な1の1だったね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ラチェかということで、これね多分アクションコースっぽいんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.77%。 トロールコースをやってない僕の動画ってめっちゃ変な感じしない？もうトロールコースに侵されてしまってんだろうな、このチャンネル自身も。でこのヨッシーを乗っていけっていう感じね。ヨシコー、え、乗れんくなかった今。じゃあこのヨシコどうやって乗るんだろうな。あそこに隠しブロックあるんだよ。一旦このまま進む。なるほど、右を進化したら乗れるのか。ってことはこのコース、ヨシコをどんどん捨てていけっていうコースだろうね。さよならヨシコ、もう二度と会うことはあったでしょう。そしてこまたすぐヨシコが生まれるとか思わないじゃんじゃあここカロンの甲羅で跳ね返って、またヨシに乗って捨てていけっていうことね。え、このコースヨシを何体捨てなきゃいけないの。かわいそうだな。ヨシコこれ早く行けっていう感じなんじゃないの。ヨシコ届くか。ヨシコナイス。そしてこのまま左上に行って、あのスネークブロックを追いかけろと。オッケーオッケー。まあそんなにヌルヌルのコースだよ。さあ中間ポイントを僕に送れ。でまたヨシコ乗ってって、このドクロリフトに乗って、あのキノコ、キノコ様でさ、さっきからちょいちょい思うんだけど、今右下ね、シーソーで P と P が乗ってるやつあるじゃん。あれ何なんだろうね。で今ファイヤーとファイヤーでしょ。あれなんか意味してんのかな。で次はどうすればいいこれわかんねえ。もう行ってみるか。勘で、あの溶けそうなところが溶けピー。いや楽しいね。罠が来ないっていうだけでなんて素敵なコースなんだろう。まあ見てるみんなは、僕がやられまくってわーわーギャーギャー叫びまくれよとか思ってる方いると思うんだけど、たまにはこういうコースでうまいテクニックっていうのを見せてやるぜ。
さあ行くぜよしこ、次はどこに行けばいいんだい。このドクロリフト乗ってファイヤー乗ってチャッケメンからのこの土管に入る。土管じゃないドアで、いやここ一発で行けたのすごくない。さあ中間ポイントはまだないのか。じゃあオンオフをして砲台乗って右にジャンプすればいいのかな。え、めちゃめちゃ上手くない。さあヨシコさようならだ。お前がね、このスキンってさ、ヨッシーに乗った時音楽が太鼓みたいな音が出るんだよね。それがめちゃめちゃ好きなんだけど、いや全然聞けねえな。ちょっとみんなに聞いてほしいんだけど、もう一瞬でヨッシー乗り捨てるから全然聞けないんだよな。で今度こそ中間ポイントあるんでねえの。オーケーオーケー、いやまたヨッシー乗り捨てか。さようならだヨシコ。そして次はどうすればいいんだ。またキャブキャブだ。なんかこっから難しくなるような予感がするな。だいたいテクニックコースって中間2位の後から難しくなる気がする。さあここヨシコを捨ててキロコ様を取っていく。で今度こそ音楽聞けるんじゃない。このヨシコを取った時のこの太鼓の音わかる。これめちゃめちゃ好きなんだよな。でもさよならだよしこ。でここでオンオフをしてまたよしこを捨てていく。いや本当に楽しいよこのコース。何よし捨てるコースってこんなに楽しいの。さあ今度はブロックの上に乗っていけばいいんじゃない。でこのよしこを乗ってって右上のブロックを壊した瞬間によしを捨てるのかな。何が起きた。これさ今叩いた後にジャンプしたよね。それで進めなかったんだけど、もう一回やってていい。もう一回ブロックに弾き返されるんじゃねえかなってビビってた。ビビってちゃ先に進めないね。でよし乗らせてくれんのか。それはちゃんとこっちまで来てくれたね。さよならだよしこ。いつまでも可愛がってもらえるキャラクターと思うで。トロールコースで僕を騙しまくって許してなんか絶対やんねえかんで。その証拠にメルカリでヨッシーのアミーボ出してやったぜ。え、これはどうすればいいの。ヨシコごめんよ。みんな勘違いしないでほしい。ヨッシーはめちゃめちゃ好きなのよ。でももうアミーボって使わないじゃんあんまり。だから必要ないかなって思うんだけど、ここですな。ヨッシーじゃないんだな。いや、ちょ、これ右いける。あとはスタート P スイッチが切る。あら、これ P スイッチ切れる。この P スイッチを踏んでめちゃめちゃ早く行かなきゃいけないっていうことだろうね。だからノンストップじゃないといけないんじゃない。これ間に合うかな。ここでジャンプしたらダメみたいな。いける。うわめっちゃ早これ。え、なんか今、あ、わかった。今左に3つ針がある場所があるじゃん。あそこジャンプしなくていいんじゃない。多分ね、それがあってりゃもうゴールできると思うんだよね。だからここでスターを取った後に右のこの場所があるじゃん。ここでジャンプしない。いや、私これ絶対行ったでしょ。ミスイッチ頼む。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、フォートルスピーということで P スイッチの要塞ということですね。このコースで前にも似たようなしたことあると思うんだけど、毒キノコをかわしてピンクコインを取るだけのコースなんですよ。ただそれがめっちゃ難しいんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.75%。 これさ見た目簡単そうに見えるでしょ。でもなかなか頭の使うコースでマジで面白いんだよね。でこの P の要塞コースシリーズ化してあって、その中から一番難しいものを選んだ僕を褒めてほしい。さあこれどうやって切り崩せばいいんだろうな。あのピンクコインを取らなくちゃいけないと思うんだけど、上から赤メントが出てきた。はあ。え、何邪魔してくれてんのあいつ。え、あいつがピースイッチをさ踏んだらこれ取れないんじゃない。まあギリギリ届きそうだからちょっと行ってみる。ここで塞いでおく。うわ右の方も切り崩されんの。うわどうしよう。いやちょっと右の方難しいな。右の方ってさこの毒キノコ塞げないような気がする。あ、一気。いやこれもう勢いでいっちゃうか。勢いでいって届かねえ。これマジで難しそうだね。どうする、上の赤いトゲメットが来るからさ、あの赤いトゲメットが来るより早くピンクコインを取れっていうことなんじゃないかな。だから毒キノコがいる一番下の P スイッチ持ったらこっちに来るんだね毒キノコ。じゃあ P スイッチを持った瞬間すぐ左に逃げてみようか。でこの毒キノコを閉じ込める。で上はもう行けないよな。これどこまで踏むんだろう。踏みすぎだろ。ちょっとこれ届くかな。いやギリギリ届いたね。そして次も同じようにすればいいと思うんだけど、わ今度毒キノコ閉じ込めれんくない。一旦毒キノコ出しておこうか。あ、毒キノコ様。左の行き方は分かった。左はめっちゃ簡単だね。ここ一マスしかないからさ、簡単に毒キノコを閉じ込めることができるんだよな。そしてここで P スイッチが2個と4つか。じゃあさっきこういう風に取ったような気がする。オッケーオッケー。そして次なんだよね問題は。こっからね右の毒キノコをどうい
ういう風に閉じ込めるか。一旦このピースイッチ邪魔だからさ、消しておこうか。で、毒キノコどうしよう、これ閉じ込めれないから、ここ、いや、まだ間に合う、まだ間に合うよ。あの、これ、ミックよ、取ることができれば、体だ、今すぐ帰れ。どうしても右の毒キノコ閉じ込めたいよね。だから、この2マスを使って閉じ込めることができればなって思うんだけど、この辺に P スイッチを置いておくじゃん。そして毒キノコを左に誘導してみようか。この P スイッチはいらない。ここで左に毒キノコを誘導しておいて、ここで置く。どうする？いや、なんかいけそうじゃない？待って、いけー！絶対閉じ込めれると思うんだよな。この後ちゃんとこの一マスのところに入れておく。これでもう全然余裕だ。もう俺に立てつくんじゃねえぞ、ドキキノコが。やっぱこの B スイッチの要塞シリーズめっちゃ面白いね。これシリーズが1から5まであるから、ぜひ皆さんもやってみてください。どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。